椿だぜ。チカなのよ。シャイニングフォースの続きをプレイしていくわよ。本動画は連続企画の第3回だ。まだの人は頭から見てくれよな。今回は第3章をプレイしていくわ。前回は姫様が仲間に加わり、難敵ミシャエラドールを撃破したな。この活躍で船を手に入れることに成功したけど、マッハで沈没したので厳しい山道を進むことになったのよ。よし、進めていこうか。ツバチカ第3章、ルーンファーストの秘密兵器。橋の上でビーム撃ってくる固定砲台だな。囲碁のシリーズでも同様のステージが登場したりと、恒例ギミックとなる戦いが本性の肝ね。男が拉致されて穴掘りさせられてる村に到着だ。最初のバトルをクリアすれば村人が戻るわ。ショップの男は無事なんだな。この人たちはマックスたちと一緒にやってきたリンドリンドの商人なのよ。騎士に新商品のパワースピアを買い与えた。威力が高い上に射程にマスの優秀武器。戦士用の斧もミドルアックスに更新できたが、こっちはあんまり強くはないな。斧に関しては自称で敵からドロップするものが強力ね。リターン稼ぎで人数分入手することもできるわ。戦士2人しかいないけどな。ここでアーチャーのディアーネが仲間になるの。性能的にはハンスとあんまり差がないので、好みでどちらかを採用する形になるわね。あんまり火力が伸びないので武器依存が強いんだよな。それでもなんとなく連れて行ってしまうのだぜ。この村にはザッパという勇敢な戦士がいるのだけど、敵になんか妙なものを飲まされて荒ぶっているの。バーサーカーモードを解除するためのお薬を作るためには月光石というアイテムが必要なのよ。月光石は採石場にあるんだな。村人が連れて行かれたのも採石場だな。というわけで採石場に向かうのよ。本陣で出撃メンバーを変更するのだぜ。スタメンは事前に選定しておくルール。スパロボみたいにマックが始まってから選べれば便利だったんだけどな。騎兵に不向きなマックとかもあるのよね。ディアーネを採用しハンスを下げる。戦力的には低下である。飛行ユニット枠としてバルバロイを採用。鳥旦那ゴングが二分落ちだ。ゴングさん、しばらくお休みだわよ。とりあえずこれで行ってみようか。村の東側から採石場に行けるわよ。採石場、広くはないけど段差が多く狭い場所も多い複雑な地形なのよ。噂のレーザーアイとやらは運び出された後のようだ。このままでは拉致された村の男たちがチャイナスタイルで処理されてしまうのよ。ここのスケルトンは喋れないのか。暗黒の洞窟の子は喋っていたわね。マナリナの魔導士が作ると少し賢くなるのかもしれない。あの子は一歩も動けなかったので遠距離攻撃で安全に処理できたけど、今回は普通に戦うことになるのよ。装備更新したメイで8か。こいつは結構硬い。攻撃力もとても高いので普通に厄介な敵なのよ。しかしよく燃える。今回も安定の活躍。いかに魔法をねじ込めるかの勝負になってる。いい感じに削った敵にアーサーでとどめを刺しに行くぞ。本編終了後に MVP の発表を行うのだけど、新たに今回のアーサーのコーナーも設置するわ。みんなでアーサーの成長を見守ろう。崖の上のアーチャーもスピアで攻撃。強い、しかもいい感じの位置残し。残り1なら火力の乏しい鳥でもとどめを刺せるわね。剣も強い。というか武器の更新で騎士の強さが頭一つ抜けているのよ。マックスの攻撃力が22、メイと剣は29だ。ダークメイジ一撃でクリア。レベルアップだが HP しか伸びなかった。はい、採石場の最終局面。マスターメイジはまあまあの強敵だが、ミシャエラドールと比べれば可愛いものだ。フリーズ2と3ではえらい違いなのよ。メイはやっぱり魔法に弱い。ちゃんと回復していれば耐えられたはずよ。そうだな、 HP も20近いんだ。もう HP の低さは言い訳にはできないな。いざって時にいい場所にいる女。素早さが高いと戦闘集団に組み込みやすくはなるよな。安定のブレイズに出て敵3体を攻撃よう。厄介だった敵ヒーラーを撃破だ。続いてアンリの攻撃。
魔法使いが連続で動けるとまとまった火力が出せていいな。余裕で撃破だぜ。初登場のリザードマン、スケルトンより火力は高いけど柔らかいわ。ステージボスのマスターメイジを倒したのでリザードマンに触れることなくクリアよ。集団自決。よし、月光石を手に入れたぞ。隠し宝箱もあるのよ。すごい水着、タオに持たせるとマップ上での見た目が変わるぞ。月光石から月の雫を作ってもらうのよ。よし、これでザッパが仲間になるぞ。強いんだ、こいつが。参入時点で即戦力。武器は持てないのだけど、攻撃力の伸び方はトップクラスよ。参入からクリアまで一度もスタメンから外れることはなかったな。強力な歩兵であると同時に、山や森での移動力にも優れているの。騎兵が苦手とするマップでの活躍が光るキャラだよな。イケメンウルフ。モフモフしたい。敵に変なものを飲まされて野獣モードなので、さっき作ってもらったお薬を飲ませるのよ。月の雫、ターンと飲みなされ。流し込んだって表記が無理やりっぽくてスコ。すごい丁寧、口調ウルフ。マナリナのオトラント様から手紙を受け取っていたようで、事前に協力要請がされていたのよ。頼れる仲間が増えたぞ。そしてまた一人二軍に落ちるのよ。仕方がないね。所詮この世は弱肉強食なのだぜ。先に進む前に回収しておくフラグが一つあるのよ。幸吉先生だな。幸吉は飛兵の一人。鳥人間と異なる部分は使用武器種が槍なのね。そういう意味では空の飛べる遠距離攻撃クラスとも言える。防御面にはやや難があるイメージね。射程2のスピア系をうまく使いながらアイテムで仲間を補助する戦い方になるわ。騎兵って時点で待機する場所を選ばないからな。渋滞しがちな狭い場所での追加人員としても便利だ。仲間に加わるのはもう少し後の話になるわ。このイベントを見ることが後の参入フラグになっているわ。後から完成品で追いかけてくるんだよな。参入は4章開始のタイミングになるわ。よし、早速ザッパを1軍に採用だ。次のマップは森林の多い野外マップなのよ。ソシャゲなら接待イベントって呼ばれる勢いだぞ。誰を2軍に落とすのかしら。まあ優秀な歩兵を加えるなら弱い歩兵を抜くのがセオリーだろうな。ラグ君、君最近ちょっとあれだよね。戦士ラグ君に代わりまして獣人ザッパ君。余談だけど1軍と2軍では待機中のメッセージが違うのよ。アンリ様を2軍に置くとローに尻を触られる。手であるぞ。本来ならギロチン送りになっても不思議ではないな。バトルジュ、森林の多い野外戦。新規のエネミーとしてペガサスナイトが登場するわ。そこそこ攻撃力が高く回避も高い騎兵になるわ。攻撃力21か、結構痛そうだ。見ろよ、このザッパの移動力。みんな2歩とか3歩しか動けないんだぞ。ハンスやディアーネといった弓兵も森でのペナルティーは少ないわ。強い、しかも連続攻撃。残念、追撃は当たらなかったわね。参入直後のウィジンとは思えない即戦力っぷり。このマップはザッパを軸にエルフと鳥が活躍するわ。ちょっと鳥の火力が当てにできない。2レベル上がってるけど攻撃力は伸びてないのよ。アーサーでとどめを狙っていくぞ。アーサー、防御位置の味方よ。まだまだ大物の片鱗は見えないわね。ザッパは安定して強い。武器も買わなくてよいので経済的でもあるわ。
必殺の一撃だ。ちょっと存在感が薄くなってるおじいちゃん、攻撃外すようだと査定に響くぞ。よし、よくやった。これでラストね。ちなみにこのマップは敵の全滅以外にも一本橋にマックスが到達でもクリアになるわ。騎士のペイルさん、このバトルの終了時に仲間になるわ。どんなキャラだっけ？参入時のステップは非常に高く即戦力なの。でも気がついたら平均くらいに収まってる感じの、いわゆる早熟タイプのキャラになるわ。なるほど。第3章はバトル回数が3回で、クリアするとそのまま4章に移動するわ。忘れ物がないように注意するのよ。レーザーアイがカウントダウンを始めたぞ。カウントダウンが終了すると橋の上全体を範囲攻撃するのよ。この攻撃は無差別で範囲内にいれば容赦なく敵も巻き込まれるわ。橋の中央部分に安全地帯があったよな。そうね、中央下部の5マスが安全地帯よ。上の4マスも行けそうに見えるけど、あそこはしっかり食らうので注意よ。まずは5人で橋を制圧しないとな。鳥もうまく使うのよ。ただし倒されないように。この辺に隠しアイテムがあったんだよな。アーチャーのいる場所の左側の壁ね。徒歩で取りに行くのは面倒なので、鳥に回収させるのがセオリーなのよ。徒歩で取りに行けるのか。右の方から回り込んでいけば到着できるわ。第一陣は騎兵と雑把、タオで攻める。発射まであと3ターン。アーサーの行動後がレーザーアイのターンだ。え、レベルが上がった。以上。パラメーター何も上がらないとか、さすがに寒いわ。まれにあるのよ。これはダメだな。一撃で倒せないと安全地帯に入ることができない。一旦退いてリームをやり過ごすのよ。次に行かれる。全員エリア外へ退避するのよ。あ、メイが逃げ遅れた。耐えられるかしら。ダメージどんくらいだ。11までなら耐えられるぞ。13 11 11で頼む。ピンポイントでクリティカル。メイに回復アイテムを持たせていれば助かった命なのよ。そういうのいるんだな。はい、気を取り直して橋の制圧を再開するわよ。ペガサスナイトが寄ってきたので片付けてから進軍開始だ。塔の新技ブレイズレベル3。消費8はちょっと重いが強力な範囲攻撃だ。ここか。隠し宝箱、中身はきつい服。これはアンリー用の変身コスチュームだな。タオの水着と同じで能力的な価値はないのよ。レーザーアイ、2度目の発射なのよ。今回は全員退避しているぞ。この攻撃をやり過ごしたら総攻撃でレーザーアイを破壊する。服は回収したので鳥は特攻だ。アーチャー相手ならダメージ通るかしら。いまいちだな。2発では倒せん。こいつも育たねえな。自称でロングソードが手に入るわ。マックスの攻撃力も強化できるタイミングね。池雑貨ぶっ壊せ。硬い。7ダメージ。どんどん攻め込むぞ。
最悪裏に回り込めば撃たれない。このアーチャー、こっちを攻撃せずに逃げていくので余裕を持って追撃できる。次で倒せそうね。ウワトカゲ強い。こいつは生かしておいちゃいけないやつだ。攻撃力は高く防御は控えね。ボス扱いのシルバーナイトが定位置へ移動するわ。狭い場所に引きこもるタイプか。厄介だな。うわ、撃ってきた。まだ生きてます。トカゲは剣が始末するとして、アーサーはレーザーアイを殴れ。6ダメ。剣でトカゲを攻撃。外すなよ。無事撃破。あとはレーザーアイを破壊してゆっくりボス攻略だ。なるほど、回復用のヒーラー完備で1体ずつ相手にするスタイルか。とりあえず遠距離攻撃で先にヒーラーを倒すのが定石ね。残り10。タオのブレイズさんでいけそうだな。MP ぴったり。使い切ったことなんてなかったのにな。撃破。しっかり満額経験値もらえるのは嬉しい。ザッパはチップに回復をもらってからボス攻略に参加させよう。タオはガス鉄。ザッパは前進。ボス戦に挑むぞ。ザッパの入る隙間を開けつつ間接攻撃でご挨拶だ。ケンちゃん、想定外の強さ。そのまま倒してしまったぞ。ボス撃破によりバトル11クリアなのよ。ステージ開始時、崖から落とされたテイルさんが自力で登ってきたわ。根性が気に入ったとかいうわけのわからない理由で仲間に加わるのよ。次の強敵はエリオット将軍なんだな。説明書のルーンファースト解説で一番最初に出ているキャラね。HP と攻撃力が高い純粋な戦士タイプなのよ。港町ウランバートルまであとわずか。この港町には大変お世話になった。中盤屈指の稼ぎマップ。またお世話になります。次回に続く。ツバチカ。はい、今回は全体査定がありません。次回全員を鍛え直した上で評価するわ。ウランバートルで稼ぎまくるぞ。今回の MVP3 名を発表してちょうだい。1位は剣だ。もともと強かった騎士だが武器の更新で一気にエースアタッカーに昇格した。火力面ではメイも同じ水準なのだが、魔法攻撃で簡単に撃沈してしまい、大事な局面で活躍できなかったのが惜しいところだ。ついでザッパ。参入直後でありながら即戦力。バトル銃の森林における活躍が大きく評価された。今後の活躍にも期待が持てる大型新人だ。そして安定のタオ、ブレイズさんの習得により範囲攻撃がより一層強力になった。現時点では最強の範囲攻撃キャラであり、今後もしばらくは活躍が期待される。続いて頑張れアーサーのコーナー。弱々ナイツのアーサーくんの成長を見守るコーナーよ。意識して経験値を与えているが、一気に成長したって感じはしないな。3章終了時のパラメーターはこちら。
めちゃくちゃ攻撃力が上がったな。それは武器の更新と力のリングによる底上げね。装備内容を統一すると攻撃力は17になるわ。レベル4から9だぞ。5レベル上がって攻守速が2つか。火力は装備でごまかしているが HP も防御もペラペラやぞ。誰よりも打たれ弱い。次回モリモリレベリング、アーサーくんの超進化にご期待ください。先行きが不安すぎる。というわけで本日はここまで。最後までのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。また遊びに来てくれよな。またね。大変だ、野良猫を拝んでいるところを近所の人に見られた。なんで猫を拝んでるのよ。手を伸ばすとシャー言われるからな。仕方がなく手を合わせていたんだ。近所の人もビビるわ。むしろビビるのはこっちだわ。おじいちゃん、すごい笑顔で私のこと見てた。猫神京都の同志なのね。